はい今回は、えー、マイナンバーカードでですね、えー、日本が、えー、監視社会に、えー、向かっていると、えーまあ、そういった、えー、話を、えー、ちょっと考えていきたいと思います、えー、まあねマイ,マイナンバーカードマイナンバーーカドっていうのは、まあ、便利とかっていう風に言われてますけど実はですね向かう先が怖い、えー、監視社会。 そういったま、えー、まあ疑惑、えー、があります陰謀なんじゃないかという話なんですが、えー、正直言ってね、えー、分かりません、これは、えー、分からない一つ明確な理由があるんです。別にあの その陰謀だとかね陰謀でないとかその言葉が悪いですがおそらくどっちも間違えてる、えー、と僕は思うんですよで。なんでそんなことを思うのかということともちろんあのこの、ね、コンテンツをお伝えさせていただいているんであの非常にあの真面目な話です。わからないものはわからないですけど一応考えてね、えー、まあこうかな、ああかなっていうことでそれをまあリスナー様にお伝えさせていただいて まあ何か思っていただければと思いますので、えー、今回もえよろしくお願いいたしますまずなんでさっき僕が陰謀かとかね陰謀でないかと言ったっていう話なんですが僕は陰謀でないと思ってるんですが真相がわからないんですよでいやいや真相がわからないからデタラメじゃないかってね真相がわからないからえねなんかわかん思い込みじゃないかって言われるんですがいや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 からないのは日本人だけです それが一番の大きな、えーまあ、問題ということです。まあ、聞いたこと、えー、ある方いらっしゃるかと思いますが、ビルダーバーグ会議っていうね、えー、日本人が参加できない会議があるんですが、この会議で、えー、世界の進むべき方向が、えー、決まっていくわけですね。で、えー、マイナンバーカードが、えーまあ、どうとかこうとかっていうことは、えーまあ、それっていうのは先ほど言ったように、 わからないんですよなぜかというと、この、えー、日本人が参加できない会議で物事が決まったからね、うん、でこのビルダーバーグ会議っていう、あの世界であのね、えーまあていうのねまなてうか一部の人間たちが、えー、参加する会議あるんですが、日本人が誰もいないんですね、この会議。日本人は誰も参加できない会議なんですよ、えー、まあ、非常に謎といえば謎ですが、そういう会議があります、ビルダーバーグ会議。 そこで何が決まったのかっていう話なんですが、えー、これが決まったっていうことが分かってるんですよ。僕たち日本人は分からないですよ。日本人の人間が言ってないから、日本人の、えーまあ、政治家だろうが何だろうが言ってないですから分からないで。そのビルダーバーグ会議で何が決まったのかというと、えー、全世界の人間にマイクロチップを埋め込む人類奴隷化計画、これが決まりました。 マイクロチップとかって聞くとね、えー、もう全くわからない、現実離れしてるんじゃないかって思うかもしれないんです実際こういうことが決まってるわけですよ。僕らが知らないだけで、世界っていうのはこういうことが決まってるっていうことを、えーまあ、僕もリスナー様も、まあ、ちょっとまあ思うっていうか、感じるとか、うん、っていうそういう話。で、おそらくですよ、これは僕の解釈なんでね、えー ああのまあ、間違ったらすみませんということなんですけどいきなりマイクロチップって多分あのハードルが高いと思うんですよだからいきなりマイクロチップの前に行く段階にですね順番を踏んでえこのマイナンバーカードが例えばあったと、えー、考えられるんですよね。うん で、えー、調べたんですけど、むずいなとかってもちろん思うんですけど、こんな難しいことね、えーまあ、皆さん分かるかもしれないですけど、僕、結構難しいと思うんで、まあか、調べて考えた結果なんですけど、分かってるっていうことなんですけどあの、これとこれを組み合わせるとこうかなっていう、この組み合わせね、うん、このビルダーバーグ会議で決まった、えー、この全世界の人間にマイクロチップを埋め込む人類奴隷化計画の、えー、このマイクロチップなんですが、 だここには電子パスポート、えー、暗号化、電子識別、アクセスキーといった、えー、個人情報が全て、えーまあ、把握されるとで、それが人間の頭脳の中にも入ると、えー、いうことは言われてるんですよ。これが決まったと。うん、マイクロチップ、もう一回、マイクロチップには電子パスポート、暗号化、電子識別、アクセスキー、個人情報が全て把握される。それが人間の、えー、頭脳の中に入るっていうこと。これ、皆さん思ってると思うんですが、すごい難しいんですよ。わからないんですけど、 えー、日本国内で内閣府が公表しているこれムーンショット計画につながっていくんじゃないかなと思います頭脳の中にマイクロチップが入るっということね。 あの内閣府がムーンショット計画を公表している以上陰謀でもなんでもないんですよね、例えばこういう話をすると、そんなことは分からないじゃないか、あの思い込みじゃないか、うん、何も分からないからです、僕らも分からないですけど、分からないなりにね、えー、こうかなかなっていうのを真剣に考えてるわけですよ、で、そらくですけど、どういった社会、どういった世界に向かうのかっていう話なんですが、今までとはもう世界の教様式、形式が、えー コロッと変わりまして、コロッとっていうか大幅に変わりまして、AI の管理社会の可能性ですね、AI、機械が管理するっていうことです。その AI 管理の社会のもとに向かって、着々と向かっている、その可能性が高い、そしてですね、その AI の管理のですね、まその監視社会、人類奴隷化計画、そういったね、マイクロチップを、 通すためにでですね、はい、今まで様々なことをやってきたんですよこれは多分あのリスナー様も言われると、まあ、僕もね、えー、これはそうかなとおお思ったんですけど、まあ、言われるとちょっと胸が痛いかなって胸が痛いって失礼なんですけどでこういったところでここのマスコミを、ね、あのもう使ってひっくり返してるからまあまあまあいやらしいなって思いますよね、うん、世の中の常識っていうのは間違えてるんだっていうことをあの思うっていうそういった話です。 あのいきなり、ねえー、その皆さんにお伝えしたように人類奴隷化計画、えー、無理でしょうねマイクロチップ、えー、無理でしょうねその手前の段階にマイナンバーカードを入れた可能性があるんですが、えー、当然ですがこういったことを企らむ人考える人目論む人何者でしょうかはい分かっています世界の、えー、裏側で世界を操る一部の人間ですイルミナティ十13血流イルミナティ十13血族おそらくこの人間たちがこういったことを考えているそして 分かっている人が多くいらっしゃると思いますけどイルミナティ十13血流の狙いっていうのは世界統一政府ですそしてあの多分ですがこういったロジック,、ね、ジックを組んでるんですが世界統一政府を作るためにですね何が必要かっていうような話だと思うんですよそういったものの,あの考え方を人々に植えつけるからねそういったことを例えばマスコミを使って巧みに植えつける。 まあ、メディアを使って、えー、多くの人これは日本人も入ります、えー、植え付けてるということですイルミナティ十13血流のです、ね、下にはいろんなものがおりますがその中で,です、ねまあ、よく話題に出るものがありまして国際金融省、えー、ロックフェラーロスチャルドといった人たちですが国際金融省この人たちの別名をグローバリストって言うんですよねで、えー、皆さんも聞いたことがあるし使ったことがあるかもしれないんですが もはや、えー、当たり前化してるね、えー、よくグローバルとかっていう言葉ありますね、グローバル、グローバリ,リズム、世界がな,な,なんでかんだっていう、ね、これっていうのは支配者が大衆に向かって投げかけたプロパガンダの可能性があります。なんでかっていうと、世界統一政府に向かいたいからです。本当はグローバリストではない考え方っていうのもあるんですよ、はっきりとっていうのはもう難しいんですが。 世界統一政府とは違って、えー、例えば各国の、ねえーまあ、考え方を、まあ、重視するなん,なんて言うんでしょうねそれわかんないけど国ごとに、えー、違うってただあの国ごとに考えが違ったら世界統一政府ができないですよね。 で突然、そういうことを言い出したらおかしいですよね、だから事前にこの国際金融省あるいはグローバリストって言った人たちがマスメディアを使ってですねグローバル化するとかねよく言いますよね、世界をグローバルにとかグローバル、グローバルとかっていうそういうような話、でこのグローバリストとかの発言するこのグローバルっていう言葉が 世の中に浸透すればするほど、まあ、皆さんも僕も聞いてると思いますけど、僕はあのグローバルではないんでね、どちらかというと、日本国内にこっそりとっていう感じですけど、こっそりひっそりあの生きていければいいなと思うんですけど、こういったグローバルっていう考え方、えー、概念、そういったことがです、ね、世の中に幅広く広まると、どういったことになるのかというと、国籍の問題をクリアできるわけですね。 国籍の問題、例えば誰々は、えー、どこどこは何人は何国籍とかっていうことをクリアできる、そのことによってですね、えーまあ、人々を横にこう並べることによって、世界統一政府にこの向かっていけるっていうことだと思います。で、もちろんわからないですけど、このね、えーまあ、イルミナティ十13血流っていう者たちは何を考えてるのかっていうのは非常に難しいんでわからないんですけれども、えー、この。<coughs> 人々の国籍を例えばなくして、あのグローバル化するということで、えー、まあそういうことを口実にして、その結果、ですね、AI 管理のコンピューター管理、AI のコンピューター管理社会、監視社会、そういったことを向かうんじゃないかということだと思います。難しくてわからないです、正直。 でただ、皆さんも聞いたことあると思いますけど人工知能が世界を支配するとかね AI っていうまあ人工知能が、えー、まあ世界を管理する世界を支配するっていう、えー、こういった構造が裏側でなされていた可能性があり、えー、ビルダーバーグ会議で決まっています人人間、えー、人間全世界の人間にマイクロチップを埋め込む人類奴隷化計画。で、うん、この よくなんかたまに言ってる人がいるんですけど、そんなのは陰謀で、マイナンバーカードで、なんか聞いてびっくりしましたけど、あの貧乏人だからとか、貧乏人とかお金持ちとか関係ないと思います、あの人類そ奴隷化計画ってあらゆるものをあの管理したい、監視社会なんで、えー、そういうようなことをすべ、えー、て考えていたと、で世界がそういうふうに動き出したということは、当然ですが、日本も、えー、そのように動き出していきます。えー、この マイクロチップを埋め込むね、人類奴隷化計画に向かって動く、うん、マイクロチップで個人情報すべて把握して人間の頭脳の中に入れるとか、そういったようなこと、そういうふうな社会に向かって、多分ですけど、その手前にこの日本のマイナンバーカードっていうものがあって、えー、こ,これをきっかけに、ですね、えー、監視社会、あるいはですね、超監視社会っていうのに向かっていくんじゃないかっていうことです。で、えー、そういったことを踏まえて、日本の情報で例えばこういったことを考えます。 2021年の3月には、えー、マイナンバーカードを健康保険証として使えるようになり2022年度中にほぼすべての病院で顔認証による本人確認を可能にすると2023年からは、えー、マイナンバーカードと、えー、介護保険証を一本化する、えー、こういったことが行われることによって、えー、保険証を持つすべての人の情報が一元管理されているということになるっていうね。うん 例えば、皆さんはど,どう思われるかわからないし、それは解釈次第っていうところなんでね、ね別に僕はその皆様になんかどうだとか、そんな失礼なことは言わないんですけど、例えばこういうことです、あのこういったものでね、ねマイナンバーカードが、えー、ある、えー、できてね、ね、えー、どんどん便利になっていくと。うん、まあ 保険証とかね、一本化する、全て便利になっていく、便利だな、便利だな、便利ない世の中だなあって思うかもしれない、確かにそうかもしれないです。でも、常に物事っていうのは表と裏があります。便利になっていくっていうものが表、プラス、肯定であれば、何かしらのマイナス、裏、否定があるっていうことです。今回は、この便利になるっていうことを表に出してるんですよ。 裏は何かなっていう考えです。当然、これ裏を考えますからね、うん、別にあの当たり前ですけど、マイナンバー,版カ,ードカードができるんですあ、そうですね、終わり、そんな話をしてるわけじゃないんですよ、こういった、えー、ものができることによって、何か裏側では水面下で、えー、動く可能性はないのかっていう話なんですが、それがさっきお話ししたように、えー、流れを考えていって、裏側ですべての人間を管理する、すべての人間を把握する、えー、超監視社会です。 超監視社会、えー、に人類奴隷化計画、えー、人間奴隷化計画そういったことは考えられます人類奴隷化計画人間奴隷化計画って言うとびっくりするかもしれないですけどイルミナティ13血流ってそういうことを普通にしますからね本当に でそういったことを例えばわからないとか、えー、何を把握しようそれは把握するねこのイルミナティ13決議はもちろんいろんな目的があるとは思うんで僕らはね一般人なんでわからないですけれどもあのそういう動きがあるっていうことです少なくとも海外でこういうねことが分かっているわけですからビルダーバーグ会議の内容がねこれは実際そうなんだろうなと考える、まあ、考えたからってどうもならないんですけど。うん でまあ、日本国内でね、えー、まあそういうのを書いたり言ってる人がいてね、まあまあまあ、失礼だなって、まあ、失礼なことを言,言うなとかって僕、思うんですけど、まあ、僕が言って申し訳ないなとかって思うんですけど、あの熱くか語るんですよ、声高に。マイナンバーカードができることによって、自分たちに基本的な人権がなくなるんじゃないか、そうですよ、基本的な人権なんていうのはなくなりますよ。 でも僕たちが生きてるのは日本国内の話だって、えーね、笑われるかもしれないんですけどこのイルミナティ13血流っていう世界の支配者層っていうのはピラミッドの一番上にいるんですよ。その人たちが決めたことであれば僕ら日本国民が逆らいたくたって逆らえないんですよ。うん、基本的人権がないんじゃないか日本は法律でどうとかじゃないか世界の支配者層に法律が通じません。 日本国内の法律なんて言葉が悪いですが何とも思われていない日本国内の法律の話でありこれらイルミナティ十13血流という人たち世界の一番上にいる人たちですこの人たちというのは当たり前ですが世界の一番上にいる当然日本国の上にいるわけですよ日本国の上にいるということは日本国内の法律なんていうのはこの人たちには通じないんですよね 僕らは日本国内で法律だっていうことを言うかもしれないけど、えー、い,いずれというか、えー、負けてしまうと思います、これを言ったところでね。うん、で、えー、おそらくこういう、まあ、支配者層がですね、イルミナティ十13血流、イルミナティ十13血族が、えー、あらゆる情報を管理する、そして人間を監視する、そして人間が奴隷になっていくっていう、そういうことがすでに動き出してるっていう話なんですよね。 この話っていうのは真面目に陰謀とかでも何でもなく実際の現実の話です。で、えー、この話をしてじゃあどうしたらいいのかって僕にも分かりません。こういうのを調べるといつも思うんですが、まあ、リスナーさんも思っている方がいらっしゃるかと思うんですが非常に不安ですよね。えー、あの不安を感じる内容なんですよ。でさっきあの おっしゃってたね基本的人権とかと同じでですねほか、えー、にもなんか調べていて書かれているのがあったんですが。 日本国内において個人情報の管理っていうのは憲法に違反しているえそういったことをおっしゃる方がいるみたいで確かにそうです、基本的人権とかえ憲法に違反してるってそれは日本国内の問題の法律なんですがその主張は正しいと思うんですよでもさっき言いましたけどイルミナティ13血流っていう世界の一番上の人間が決めた世界のビルダーバーグ会議で決まってしまった内容って多分ひっくり返すことはできないんですよね。うん だから、あのこういうどうにもならない恐怖のあのスーパー監視社会に向かっていくっていうことだと思います。で、えー、方法なんていうのはもちろん分かりません。どうしたら治るもう治ることなんてはできないと思うんですが、ただ、 世の中ってこういうことが裏側であるんだよなとか世の中ってこういうことが裏側で起こってるんですよねってそういったことをまあ,あの何かしらリスナー様にお伝えできればと思いましたので別にこの話をしてねあの不安にを煽るとかそんなことは全くないですしまただねまこういう話に関心を持っている方もいらっしゃると思うんで。 監視社会って何だろうなって思われたりとかそのマイナンバーカードと、ね、その監視社会って関係あるのかなっていうで、まあ、僕は、えー、調べてこういうふうに思っていますただ僕の考えが正しいんじゃないかそんな失礼なことは言わないんですけどでもこの説って1つ考えられる説なんじゃないかなって思いませんかっていう、まあ、僕からの、まあえー、お伝えしたい内容っいうことです。 もうビルダーバーグ会議とかそういった世界の会議で決まった時点で動き出したんですね。でこの、まあ、イルミナンティ13血流ってこのあのあグローバリストね、えー、まああその、うん、あの国境を超える、えー、国家を超える国籍を、えー、超えるとかそういった人たちが、えー、こういうことを、えー、まあ、し,しだしてるんですよ。うん、だからそういういいい意味で、えー、まあ、怖怖、えー、社会怖い世界 にな,なるななってまあなかなかちょっとね、いろんなことがまあ生きるのが難しい、そういう世界だなって思うっていう、まあそんなまあ、僕からの話でしたということで、ま、うん、まあ,あの、まあ、何かしらの参考にしていただければと思います。たまにね、あのこういうのも書かれてるみたいですけど、あの陰謀論とか嘘だとかってあの言うみたいですけど、前言いましたけど、うん、あの 陰謀論は別に嘘でもなんでもないし、別にこの話が正しいかどうかっていうのは分からないですよ。なぜなら、ビルダーバーグ会議には、えー、日本人が出ていないから。だけど情報が分かっているんですね。うん、あの人類奴隷化計画とかってね。であの <coughs>、日本の常識は世界の非常識。世界の、えー、常識は日本の非常識。 そして世界ではこういった陰謀とかこういうことの当たり前の話になっておりこういうことを考える人が多くいらっしゃるということなのでリスナー様の何かの参考になっていただければと思います。今回はここで終わらせていただきたいと思います。最後ままで聞いていててただきましてありがとうございました